皆さんこんにちは。今日はね、なんと私タイに来ております。でね、今日泊まってるホテルはね、なんとマリオットマーキスのクイーンズパークになります。やばくないこれ、やばくない。日本じゃさ、こんなでっかいホテル見なくない。昨日チェックインしたんですけど、もう中もね、めちゃくちゃやばいからね、中の紹介ももちろんなんだけど、中の紹介ももちろんなんだけど、部屋の紹介動画もね、バッチ撮ったんで、そちらもね、皆さんにね、お届けできればと思っております。それじゃね、中の方行ってみましょう。はい、それではね、お部屋の前に着いたので、今回泊まる部屋は2204ね、22階のお部屋になります。それではね、お部屋の中に入ってみましょう。マリオットマーキーズですね。カードタッチ式ですね。それではオープン。おー、どうですかこれ。まあ実はね、さっき一回ね、これだけお気に部屋の中入ったんだけど、まだね詳細見てないからね、一緒に見ていきたいですね。でまず入るとこちらですね、お風呂でございます。これがお風呂。うわ、すごい。あらあら、セクシーセクシーなお風呂のこと。これがね、お風呂すごいね。ここの幅はね狭いんだけど、深さが結構あるよ。普通にね、膝より全然高いし。へえ、これも、あ、これが伸びて、ここでもシャワーが浴びれるんですね。でここがシャワーを浴びる、まあ、シャワールームっていうのかな。ここからこう入って、でここでこうシャワーをねバーッと浴びるっていうのがね。でシャンプーもなんか浮いてるよ。あ、取れないのかな、ちょっと怖いからね。シャンプーもね浮いておりますね。メーカーさんはちょっとわかんないんだけど、これはすごいわ、これはすごいわ。でここがね、洗面所っていうのかな、洗面所って言っていいんですかね。お水があるね。なんかこれを飲んでいいみたいなことさっきホテルの方に聞いた気がする。でこれがメイクするとき用の鏡ですね。すごい、これ近づいて見る用のあれなのかな。いや、すごい。で、これがトイレ。これは何？これウォシュレットってこと？ちょっと開けてみましょう。あ、トイレは TOTO ですね。なんか日本ではあんまり見ない形のトイレだね。すごい。でね、これが扉だったんだけど、入ってすぐ横のところにね、こうやってクローゼットがあって、ん？あ、アイロンとかあるね。あ、これはいいかもしれない。で、もちろんバスローブもね、いいやつなんでしょう、これきっと。アイロンあるんだ。これはビジネスマンにも嬉しいですね。で、全身鏡があって、これですよ。なんかふかふかそう。どうですかこれ。いいね、素晴らしい。でここね、ちょっと開けてみましょう。あ、ここにね金庫、大事なものをね入れて、パスポートとかね入れたらいいかもしれないですね。ここに、でここではちょっとあんまりね触ると良くないのでちょっとにするんですが、まあお茶とかコーヒーとかですね。うん、お茶とかコーヒーで、マグカップ、これもグラスですね。で、ここがポットだ。で、これが俺のリュック。で、テレビはね、どうだろう、42インチぐらいなのかな。そこまで大きいっていう印象はないですね。で、ここで結構広めのちゃんとしたデスクがあって、まあ、これを開けっぱにしちゃったんだけど、お部屋の全貌はこんな感じでございます。でね、さっきお部屋番号を伝えたんですけど、ここなんと22階なんですよ。見てみましょう。22階からのね、景色をご覧入れましょう。うわ、すっげえな、これ。すごいよ、これ。これ、電気消した方が見やすいかな。
どうですかこの景色。いやすごいね、すごいね。いやすごいわ。あまり普段さ飛行機とか乗り慣れてないからすっごい疲れたんだけど、これはちょっと疲れ吹き飛びますね本当に。いやすごい景色だな。天気がほらということでね、ホテル紹介といえばね、皆さんこれをお待ちかねなんじゃないでしょうか。いきます。あーこれ、あめっちゃいい、超ふかふか。あーこれ最高かもしれない、これ最高かもしれない。でね、このホテルね、ホテル内にジムとかプールとかとにかく設備がすごいのね。ルーフトップバーとかいろいろあるので、そちらの方もね紹介していきたいと思います。とりあえずね、お部屋は、今回泊まるお部屋はこんな感じでございました。最高の旅になる予感しかしないです。それじゃね、他の施設もねご紹介したいと思います。見てください、これがラウンジになるのかな、ロビーですね。ここがね、ゴルフを楽しめるバーになってるんですよ。エレベーターホールになるんですけど、エレベーターもね、8個、8機で、エレベーターはね、今回22階に止まってるんですけど、これをタップしないと22階のボタンを押しても反応しないという形になってます。だから22階以外は逆に行けないふうになってます。でもね、9階とかこういう4階とか3階とかね、2階にバーだったりレストランだったりねあるんですけど、そこの階は、押していけるという感じになります。他の客室の階層にはね、泊まれないというふうになっております。ここがね、ルーフトップバーとか、昨日のね夜ご飯を食べたレストランになっています。でジムが9階ですね、ジムとプールが9階になっております。でね、エレベーター降りるとこんな感じになってます。広いよ、広いよ。ここがね、泊まってるお部屋になります。ということでね、エントランスからお部屋までのご紹介でした。はい、今ね、マリオットのね9階にいるんですけど、なんとここのホテルジムがついてる。しかもね、これ嬉しいよ、24時間でございます。細いんだけど筋トレ好きなんでね、今日はジムのホテルで筋トレしたいと思います。向きをね、それがスカッシュって言って、なんかテニスみたいなやつ、有酸素エリア、マシンエリアですね。ダンベルもあるんですけどね、しっかりバーベルとか、あそこでねヨガとかもできるみたいなんでね、やっていこうと思います。これ使っていいのかな。じゃあ早速ね、フリーのベンチプレスがないのはちょっと残念なんですが、こちらのね、スミスマシンでのベンチプレスやっていいのかな。いや、ホテルでこれができるのはマジでいいね、最高です。いやジムね30分ぐらい行ってきたんですけど、最高でした、最高でした。はい、今はね、ホテルの9階の多分プールがあるところに来てみました。あープールだ、やっぱり。うわいいね、最高じゃない？最高じゃない？最高じゃん、最高じゃん、最高じゃん、めっちゃいいね。あ、そんなに冷たくはない、そんな冷たくはないね。絶対映えるじゃん、そんなの。映え映えプールですね。あとでね、そう、後日入りに来ようと思います。
おはようございます。2日目の朝でございます。今からね、マリオとマーキーズのね、朝ごはんを食べに行こうと思います。すっごい綺麗だね。めちゃめちゃ布団寝心地よかったマジで。でね、朝ごはんね、朝の6時からということなのでね、6時前に起きてね、人が少ない時間に、やってまいりました。現在6時9分でございます。こんな感じ、こんな感じ、すごい綺麗ですね。こんな感じでございます。こちらがね、ジュースかな、スイカ、グアバ、オレンジ、これは何だろうね、なんて読むんだろう、タイアイスティーだ。ここはサーモンがずらーって並んでて、ここでピクルスとかね、ソースとかが選べるみたいな。これすごいな、これすごいな。でまだまだね、あるんですよ。はい、今ね、朝ごはん取ってきたんですけど、これこれね、これいちごミルクです。ちょっとね、飲んでみようかな。めちゃくちゃ美味しいんだけど、これ日本でなんか明治で売ってるじゃん、あれと同じ味する。で、こっちがオレンジジュース。まあ、これはオレンジジュースだね。でね、この辺がタイ料理系ですね。ちょっと名前が分かんないんだけど、麺とお米と野菜炒めと、これがトマトのタルトとパンプキンタルト、ハッシュドポテトで、キノコで、これがパンにサーモンとか挟まってるやつで、これがクリームチーズで、これが別で、ね、取ったサーモンになります。いや、マジで美味しそう。じゃあ、いただきます。うまっ。じゃあ、このタイのね、麺、味っていいかちょっと分かんないけど、美味しい。ごめん、味の表現が分かんないけど美味しい。日本人でも全然食べれる味だと思う。マリオとの、朝食こんな感じでございます。日本人でもね、楽しめる味付けになっているので、ぜひ来てみてください。今なんとね、ホテルの屋上38階に来ております。見てこの絶景、これすごくない？どうすかこれ、これすごいよ。なんとね、このホテルにはルーフトップバーが併設されていて、これからね、ルーフトップバーに行ってみようと思います。17時からね、ルーフトップバーがねちょうど開くということで、17時ぴったりに来てみました。これやばいね。ベリーミーオーバーというね、ノンアルのカクテルを頼んでみました。まあね、ベリー系の甘酸っぱさとかがね、そう、ベリー系のね甘酸っぱさがちょっとあってね、ベリーとか好きな人は本当におすすめ。めちゃくちゃ美味しい。さっきあっちに座ってたんですけど、次はこっちの景色とか映せたら。
皆さん、マリオットマーキースいかがだったでしょうか。いやー、人生でね、初めて高級ホテルというものにね泊まったんですけども、とにかくすごかった。今回はね、お仕事というか、まあお付き合いでね、マリオットマーキースに宿泊させていただいたんですけども、これがね、高級ホテル人生最後にならないようにね、またいつか自分でね泊まりに行けるように頑張りたいのでね、ぜひ今回の動画良かったと思ったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。で、今回の動画ちょっとね、途中声が聞きづらかったりしたところがあったので、ね、本当に、申し訳ございません。次からね、必ずピンマイクを常につけて動画を撮ろうと思います。とにかく本当に素晴らしいホテルだったんでね、ぜひバンコクに行った際は宿泊してみてはいかがでしょうか。でね、この後にもね、タイの動画続きますので、ぜひそちらのね、チェックもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。アチョ。おはようございます。朝のね、お部屋からの景色はこんな感じになっております。いや、すごいね。特にね、あっち側、いや、すごいね。ビルが。ビルがすごいよ。